売春汚職事件は1957年から1958年にかけて起こった日本の汚職事件。政治家と赤線業者による増収愛捜査の裏で検察内部の派閥構想が絡み、マスコミまでを巻き込んだ大事件へと発展した。事件は売春汚職そのものよりも新聞記者が名誉毀損で逮捕されニュースソースを開示せよと迫られる。 マスコミ報道の根本を問いかける、立松記者逮捕事件を派生させた。立松は、ニュースソースを自白しなかったものの、情報自体が、偽情報であったことが、とどめとなり、誤報の責任を取らされる形で、社内処分によって左遷され、記者声明を断たれた。立松は、その後、酒や薬に溺れる、自暴自棄な生活を送った末に、1962年10月、 睡眠薬の過剰を服用によって自殺した。また、これまで、読売新聞社会部は、社会部王国の異名を誇っていたが、この事件を機に調落が始まったとされる。また、竹松記者逮捕事件の影響で、公安検察の首領、岸本は事実上失脚し、次期検事総長争いに敗れた。岸本は、バ,バハイの復讐を図るべく、1960年11月に、 第29回衆議院議員総選挙に自民党公認候補として大阪国から出馬し当選、法務大臣を目指す。報復を恐れた馬場はこれを迎え撃つ形で大阪地検特捜部に選挙違反に対する徹底的な捜査を命じ、個別訪問等の軽微な公職選挙法違反を犯した末端運動員をも逮捕した末、ついには 芋づる式に、岸本本人まで逮捕させた。この結果、岸本は、議員辞職を余儀なくされ、失意の中で一親友罪判決の控訴中2965年に、西洋先で死亡した。渡辺文幸、検事総長中央公論審社、初版、p 1 1 6 ISBN 9兆7841億2150万3312。 ありがとうございます。